誰でげすか？俺の名は一文字ですよ。一文字。はて、なんかどっかで聞いたような気が。名前なんかどうだっていいさ。ん？お前のマシン、どこかで見たことがあるな。それはそうでげす。ミニオンレーサーでビクトリーズのスピンバイパーを知らなかったら、モグリでげすよ。なんかちょっとほっとしたでげす。レースも終盤だし、どんなレーサーが来るのかと思ったでげすが、あんまり大したことなさそうでげす。どうやって勝ち進んできたかはわからんでげすが、グランプリマシンのことも満足に知らないようじゃ、わての敵ではないでげすな。なるほど、そうか。ビクトリーズのマシンか。道理で見たことあるわけだ。そういうことでげす。自信がなければ逃げても怒ったりしないでげすよ。逃げる？おめでたいやつだ。俺がビクトリーズの名前を聞いてビビるとでも思ってたか。ちょうどいい。最後まで退屈なレースが続いたらどうしようかと思っていたところだ。ビクトリーズのマシンなら少しは楽しませてもらえるだろう。ほう、よっぽど自信があるようでげすな。今までどんな相手と戦ってきたかは知らんでげすが、わてを甘く見ない方が身のためでげすよ。来いよ。お前たちグランプリレーサーの時代は終わったってことを教えてやるぜ。そこまで言うのなら仕方がないでげす。いいでげす。本当のレースというものを身をもって思い知らせてやるでげすよ。望むところだ。いざ勝負でげす。確かに早いでげすな、そのマシン。だけどわてもここまで来た以上、簡単に負けるわけにはいかないんでげすよ。
思い出したでげす。一文字という名前。わてらが前に空港で会ったレーサーも確か一文字という名前だったでげすな。一文字豪気。兄貴。なるほど。どっちもいい腕をしてる兄弟でげす。日本にまだこんなレーサーがいるとなると、わてらもうかうかしてられないでげすな。ビクトリーズ。それじゃあわては行かせてもらうでげす。会う機会があったら、もう一度勝負するでげすよ。気をつけろよ。あ。最後のステージには、きっと何かある。気をつけて進め。わかったでげす。最後でげすか。変な大会だったでげすが、別に罠という罠もなかったでげす。でも烈也くんの言葉も気になるでげすし、最後の最後まで油断しない方がいいでげすな。決勝進出おめでとう、三國塔吉くん。さて、それでは最後のステージへご案内しよう。ハハハハハ。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。君の悪い建物でげすな。ようこそファイナルステージへ。ハハハハ。笑ってなくていいでげすから、さっさと姿を見せてほしいでげす。ようこそ、三國塔吉君。本大会の主催者でげすか。さよう、我が名はボルズ。今回は諸君らの参加、とても感謝しているぞ。烈也君の言ってたことも、まんざら嘘ではないみたいでげす。どう見ても、普通のおっさんじゃないでげすな。まあ、そんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。まあこっちも何もされてないでげすし、レースもできたからいいでげすけど。そうか、ここまでのレースは楽しんでもらえたか。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？どういうことでげすか。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。ハハハハハ。特にここまで残った三國塔吉君、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。で、肝心の決勝相手は一体誰なんでげすか。レースの相手？そうだったな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシン、スピンバイパーを破壊してな。最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。ふざけるなでげす。こんなとこまで人を呼び出しておいて何のわけのわからないこと言ってるでげすか。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。
決して君が勝利することのない最後のレースだ。はっ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 だな。野望が大きかった割にはおつむの方がちょっと足りなかったようでげすが、そんなんでわたのスピンバイパーを本当に倒せると思ってたんでげすが。まあよいよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎ、だがこれなら次はもう少し本気でやらねばよかった。優勝おめでとう、三国藤吉君。優勝なんてもうどうだっていいでげす。わてらをさっさと解放するでげすよ。そうか、仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。なんでですね。参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。ちょっと、何までです。負けたでげすな。うるせえ、俺は
道に迷っただけだ。ああ、どうにげすかね。なんだと？二人ともそんなこと言ってる場合じゃないぞ。他のみんなも脱出し始めたみたいだ。僕らも急ごう。おい、何やってんだ。早くこっちに来い。みんな、行くぞ。わかったでげす。Thank you.